こんにちは、小木曽と申します。絵描きをしております。いろんなところで個展をしたりとかして、頑張っております。あとは大学で、教員をしておりまして、YouTube を約1年前から始めております。この動画を見て初めて見るという方も おられるかもしれませんので、今回の動画はですね、油絵のすごくこう基本的なお話をしようと思います。油絵って難しそうという方とかですね、これからやってみたいという方、また今までも学んできたという方もぜひ参考にしていっていただければ、この動画を一応基本として、またこまごました例えばこういった動画もございますので、ぜひまずこの動画を見て油絵をちょっと理解してもらえるといいかなと思います。でですね、今回はこの作品をお見せしようと思います。2日で描いてます。2日で、ちょっと絵の具の構造のことであるとか、溶き油のことであるとか、なるべく丁寧に分かりやすく画材とかも紹介して、筆とかも紹介していけたらなと思いますので、ぜひ、今後も何度も繰り返して見ていただけると嬉しく思います。それではどうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。今日はキャンバスボードを用意いたしました。でですね、いきなり油絵ちゃうんやんけっていう話ですが、まずジェッソですね。ジェッソの白と黒をちょっと地塗りに使っておきました。まあちょっと写実的に描きたい場合というのは、少しこう目が細かい方がキャンバスとかいいので、あと一回釉色を塗っておいた方が私は個人的にはやりやすいので、まずこれはジェッソというアクリル絵の具ですね、を塗っておきました。もちろん初めの段階こういうことしなくても結構だと思いますが、その過程も一応載せておきました。ただ白と黒同じぐらい の量ですねを塗っておきました。まあ写実的に描きたいという人も増えてきてますので、初めの制作の時はこういった方法を取られてもいいのかなと思います。このジェッソ白黒はすごい便利ですよ。いろんな画材に使えます。透明水彩でも使えますし、もちろんアクリルでも使えます。ぜひこれは買われておいたら非常に便利なものです。これは普通のこうあれですね、デザイン用の筆ですね。でこれをこれ400番から240番ぐらいで紙やすりで研磨して、ある程度ツルツルに近い状態、そこまでやっぱり綺麗にはならないですが、にしておきました。日頃は私は白和紙と呼ばれるものを使って描いているんですが、でちょっと輪郭線をですね、これは転写しておきました。もうあまり時間をかけたくなかったので、もう5000人目前、ということで、これを公開している頃5000人を超えているか、その5000人公開突破記念ということと、もう一回ちゃんと作り直そうということで、ちゃんとした動画を作ろうと思います。もう1年近く前に実は作ったんですが、やはり当時は納得がいかず、とっとと削除をしたいなと思ってましたので、もう一度作り直しました。で、これは輪郭をまず描きな、面相筆ですね。これ面相筆なんですけど、ナムラの筆ですけども、毛先を切っているんですね。わあ、これどの動画に貼ったかな、毛先を切っているんですね。山切りカットにしております。カクカクとですね、どの動画かな、ちょっとそれをサムネイルをくっつけておきますので、参考にしてください。で、線をなぞってきました。転写もですね、コピーをこのサイズに拡大して、で、裏にコンテまたはパステルの黒を塗って、こすり込んで、ボールペンなどでなぞるという方法を取りました。まあ、実はちょこっと変えてます。少しこの辺はこうかな、ああかなということで、これは妻がモデルをしてくれていますので、少し変えている部分もあります。で、輪郭をなぞっていってますが、まあ、あまりこう、ですね、そのまま忠実に描くというわけではございません。そして日本の秋でございますね。紅葉が美しい、いい季節でございます。そういった季節を描いておきました。これのもう一回り大きいサイズの10号のサイズの作品は道後温泉の船屋さんの方に展示してありますので、よかったら四国を訪れた際は覗いてみてください。宣伝ではございませんが、ちょっと。はい。
輪郭がなぞり終わりました。そして油絵の具なんですが、これはシルバーホワイト円白と呼ばれるものですね。僕は1、2と置きます。シルバーホワイトに、今すみません、チタニウムホワイトも置いてあるんです。チタニウムホワイトを1、2、3と置いてます。それに、ポピーオイルを混ぜて、一番左の、ものはポピーオイルで練ります。これは薄塗りの白用という感じでございましょうか。で真ん中のだいたいシルバーとチタンを同じぐらい僕はいつも混ぜて、これにスタンドオイルというもの、これスタンドオイルですね、スタンドオイルというものを混ぜます。これまあ厚塗り用ですね。スタンドオイルというのは少しこう加熱重合というリンシードオイルを加熱重合を促進したものです。で長い動画なので後で説明しますが、油絵の具というのは乾性油と乾く性質の油と顔料が混ぜ合わさっています。水彩絵の具の水彩の基本という方では水彩の組成の話をいたしましたが、これはですね、なんだろうね見えないね、青、これはですね、なんだろうね、今の置いた、黒ですね、すみません、黒、上から黒、トランスオキサイドレッド、ローアンバー、ウルトラマリンブルー、これはカドミウムレッドかなんかですね、初めにちょっとグリザイ油という方法、まあ、ほぼ釜油に近いんですが、私はそういった方法を使います。まあ、白黒でやられてもいいんですが、ちょこっと茶色とかあった方があったかみがあるというか、そういう風な画面になりますので、上からもう一度言います。アイボリーブラックかな、トランスオキサイドレッド、バーントシェンナトランスという名前でも売ってあります。ローアンバー、ウルトラマリンブルー、カドミウムレッド、それを一度、これポピーオイルのみです。私はこれよくやるんですね。もうなかなか皆さんびっくりしますよね。テレピン入れずにポピーオイルだけで、こういうふうに全面に塗って、ティッシュですり込むように、拭き取っていきます。油で、ですね、乾く性質の油、2日間、1日ぐらいはまあ乾かないので、こういう状態を作っていきます。まあ、私の動画を初めて見られるという方、驚くほど脱線が多いので今日は控えめにしておきますが、驚くほど脱線が多いです。一番右の白は単なるチタニウムホワイトのみです。そして明るいところに生の白をドンと置くというこの勇気で、まあ、初めて描かれる方とかはこのグリーザー油とか、まあ、若干茶色とかもあっていいと思いますが、すごくこう初心者向けですよ。本当に初心者の方は一度こういうことをされてみるといいのかなという気がします。アクリル絵の具に関してはその日のうちに乾きましたので、その日のうちにやって、このリンシードオイルを、ポピーオイルを塗って、で乾性油にも大きく分けると、リンシードというのとポピーオイルというのがあります。リンシードオイルっていうのはアマニ油と書いてありますよね。今スーパーとかでもアマニ油は売っていたりしますが、乾く性質の油、乾性油っていうんで、で油絵の場合というのはですね、大きく分けて3つあります。で乾性油という種類のものと揮発性油、揮発性油というのはテレピンまたはペトロールっていうものです。揮発する、要は乾く性質に対して揮発するというものですね。それと樹脂、樹脂は伝統的なのはダンマル樹脂っていうものがあります。あとはコパールとか、今やとアルキド樹脂、速乾メディウムなんていうのはアルキド樹脂、このまず大きく分けて3つあるということを覚えておいてください。よくこうペインティングオイルっていうのを売ってますけども、ペインティングオイルというのは今のだいたい3つが混ぜ合わさったものです。ペインティングオイル、ほら直訳すると日本人苦手な英語、私もでございますが、描くための油ね、ざっくりした名前でしょ。ざっくりした名前っていうのは何か裏があるんでございますよ。別に絵の具会社を批判してるわけではございませんよ。もう混ぜ合わさったものを作っておいてくださったわけでございますね。で黒白で、少し描きながらですね、パレットも今回多く見せておきました。要は乾く性質の油で顔料を練り合わせております。顔料を、で顔料というのは色のついた粉ですね。昔やったら土とかが多かったですが、今やったらちょっと化学的なものとか染料系に近いようなものとかもあります。例えば名前で言うとバーントシェンナなんていうのはシエナ地方、シェンナ、イタリアのシエナ地方のバーント、焼いた土または
ローシェンナ、生のシェンナの土、ローアンバーとかバーントアンバー、これイギリスの地方ですね、の土であるとかですね、緑色の土やったら緑土と呼ばれるもの、テールベルトなんていうものとか、イエローオーカだと黄色オードっていうふうに略されますけども、そういった土系のものから、あ、いろんな自然のもの、例えば高級な宝石などラピスラズリなんていうものをふんだんに使ったであろうフェルメールなんていう絵描きさんがいますが、そういったものと混ぜ合わせている、完成を混ぜ合わすことによって油絵の具というものになります。でテレピンというのは希釈して、あの、まあ、それで水代わりのような感じで、溶いてあげてもいいんですが、それ自体がくっつくわけではないというかですね、その部分、例えば完成油が1に対してテレピン2を加えてテレピンだけで描いたら、顔料と顔料の間のつなぎの完成油分というのが割合で言うと少なくなりますよね。難しいこと言い出したね、まあ、ごめんなさいね。要はテレピンだけで描くというのは非常に危険です。で、テレピンというのは初めのうちに使って徐々に完成油を増やしていくというのが一般的な方法です。一般的な本とかに書いてあります。私もいくつか本を出しております。小木曽誠で検索してみてください。監修をしている本もあったりしますので、ぜひそういうのも参考にされてみてください。で少しずつ描き進んで白黒で描いていっております。要は絵の具というのは顔料と何か、油絵の場合は完成油と呼ばれるもので、昔はそれを手で練っていたわけですね。職人さんなどが手で練っていた。フェルメールの映画がございますが、それなんかは結構絵の具を練っているシーンなんかがあったりしますし、オランダにあるレンブラントのアトリエが公開されているんですが、顔料そのものとなんか練り台みたいなのが置いてありますよ。で唇はちょっと僕は赤く、ビビッドな赤とかっていうのはグリザイユで出しにくいので、私の場合はこういうふうに赤くしておきます。で手で練っていたのが産業革命によってチューブ式のものが出てきたりとか、あとは機械で練れるようになった3本ローラーミル、ちょっと難しいのをやめときましょうね、絵の具会社なんかは3本ローラーミルという呼ばれるもので練ることによって昔よりも油分が少ない絵の具が作れるようになったんですね。要は人間の力もよりももっともっと目をちょっと黒く塗っていってますね。今回ちょっと画面が光ってしまっていますが、これでもだいぶ気を使ってやったんですよ。許したってくださいね。後半の方はだいぶ光が、これ夜中撮ってるんですね。3時とか夜中の3時ぐらいとか撮ってるんで、どうしても蛍光灯をつけざるを得ない。そうすると光ってしまうんですね。で、3本ローラーミルとかって機械のものが出てきて、もう一つはですねチューブが開発されたんですね。1830年代40年代のイギリスで、蒸気機関なんていうものも開発されて、イギリスなんかの例えばターナー、アルフレッド・ターナーなんていう画家さんは蒸気機関を絵にしてますよね。それが後々の印象派ターナーなんかの絵を見たモネなんかっていうのはターナーの影響をすごく受けたとされています。イギリス旅行に行ってですね。で、チューブ式の絵の具が作られるように、チューブと呼ばれるものができるようになったので、それまでは動物の膀胱をですね使っていたというふうに記述が残っていたりします。でそれによって何が起こったか、革命的なことですね。屋外で絵を描けるようになったんですね。顔料をそのまま持ってって屋外で練ったりしたら、高い宝石がわー風で飛んでっちゃったわーなんてことになりますよね。でもそれがなくチューブ式の絵の具ができたということで、革命的に、飛躍していった印象派というものが外に屋外に出ていったんですね。いつか印象派の話とかもまた改めてしましょうね。マネがそそのかしたという話ね、僕が勝手にその辺を面白おかしく話すと皆さん分かりやすいと言ってくれますのでちょっとしましょうか。あれは若者たちがサロンと呼ばれるものに落選した
言うたら落選点なんですね。で、まあ、マネという人が若者を、まあ、居酒屋さんですね、日本で言うとワタミかもしれません、ウオタミかもしれません、集めますよね。集めた時にモネなんていう人がいて、その時にはですね、ドガもいたんですかね、ルノワールもいて、おいおいお前ら落選したら悔しないか、自分らで展覧会せんかみたいなことをそそのかす。結局マネっていう人は印象派展には出していないんですね。結局サロンとかで頑張ったりするわけでございますね。悪い男でございます。ちょっと脱線がひどくなりそうなのでやめておこうかと思います。で、完成油と呼ばれるものと顔料を混ぜ合わせ、それに希釈したり、あとはちょっと樹脂って何ですかってなると、固まるというイメージを持ったらいいかなと思います。固化、乾く、揮発、固化っていうふうに思ったらいいかなと思います。ちょっと印象が違うんですね。20世紀に入ってアルキド樹脂と呼ばれるもの、例えば超速乾メディウムなんていうものがあったりしますよね。で、私個人的には扱うこともございます。後ろもちょっと色を塗っておきました。実はでもそれに頼りすぎてしまうのもあんまり良くないのかなっていう気はしますので、油絵の具の持ってる、要は画面の中で混ざり合うであるとかですね、そういったことを体験してもらえるということも大事なのかなと思いますので、もちろん初めの段階はそういったものを使われても結構だと思うんですが、あまり頼りすぎない方が油絵の具の良さみたいなものが出るのかなと思います。で、ちょっとこれは、あれですね、何でしたっけ、ガラスの、あと忘れしました、ネックレスをしておりますね。で、背景の紅葉もざっくり書いておきました。1日目、ワンデイですね。1日目はそういった感じで書いておきました。面白いですよね、その落選点。そこの中にあったモネの日の出、印象なる絵を新聞記者が酷評するわけですね。なんじゃこれは、なんじゃ、汚ねえな、この絵、みたいな感じですね。それが印象派と呼ばれるわけですね。印象派もすごい順風満帆なわけじゃなくて、確か7回か8回ぐらいでもう喧嘩別れ的なことをしてるんですね。で、ね、その当時というのはフランスではそう評価も高くなかったんですが、後々アメリカでその絵がかっこいいじゃん、すげえじゃんみたいになって、当時のアメリカというのはあれですね、ゴールドラッシュ、ジーパンとか履いたことありますよね。ああいう時に作られた洋服です、リーバイスなんていうのはそういうもんですね。アメリカで再評価されるわけでございますね。結構ありますよね、日本の例えば浮世絵なんていうのは向こうに、瀬戸物を持っていく、有田焼、佐賀の有田焼なんかを持っていく、風呂敷代わりに持っていった浮世絵が向こうで受けるわけですね。ゴッホなんか収集してたわけですよね。そういったことありますもんね。面白いものです。そしてこれは叩き筆、私よく出てきますが、叩き筆という筆、すみません説明が短めになりました。画像をここに下にありますね、名村さんがやっぱこれ出してましたね。で、この筆もこれ今回名村大聖堂が多いですね。別に忖度しているわけではございませんよ。ナイロンの筆、いくつか各社こう平筆が出ていますが、そんなに大きくこう使い勝手が違うという僕は印象がなかったです。ちょっとアップでお見せしておこうと思います。ナイロンの平筆というのは僕はすごくよく使います。そしてよくな、消耗品というか悪くなりますので、まあ、言っても2ヶ月ぐらいでダメになるかなぐらいの感じでございますね。やっぱり筆とか絵の具を乗せる道具っていうのは、やっぱりいいものを使ったり、なるべく新しいものを使った方が腰があったりしますもんね。髪の毛と一緒ですよね。これ動物の毛とか、これはナイロンなんで化学繊維ですけど、腰がどんどんなくなっていったりするね。老人の僕なんかもそうですよ。どんどん髪の毛ペタンとしますよ。そこら辺歩いてる小学生のアホみたいな寝癖見ると、もう羨ましいってしゃあないですもんね。佐賀なんかそんな子いますよ。アホみたいな寝癖ピンピンピンって立てて歩いてますわね。ちょっとずつちょっとずつこう絵の具を混ぜ合わせながら、そんなにいきなり行くわけではなく、 毛も腰がなくなっていくということが起きますよね。私の視聴者だいたい10代ですか、だいたい60代以上でございます。髪の毛の腰はどうでございましょうかね。そしてね、こう少しずつグラデーションをつけていっています。で、思っているよりちょっと明るくなれと祈りながら描いています。グリザイユであるあるなんですが、少し暗めになりがちでございますので、思っているよりもここで粘る、絵の具が、下の絵の具が乾いていなくても粘るっ
ていうね、私の動画を見ている人はみんな言われます。粘れって言ってね、そこで何か一山超えるんですね。昔キリンという芸人さんの田村さんが言ってましたもんね。味の向こうがあって、米をずっと食い続けてると味がなくなる、そして最後にちょこっと味が出てくる、味の向こう側。絵もそれ僕あると思ってるんですよ。粘りに粘っていると何か白黒で描いていたり、すごくこう油絵の具で描いているのに何か物に変化する。そして2日目でございます。味の向こう側、これもチタニウムホワイト、シルバーホワイト、新しい絵の具を出しました、青はコバルトブルーにウルトラマリンブルーにカドミウムレッドに、これはコバルトバイオレットにコバルトグリーンにトランスオキサイドレッドに、ブライトレッドライトに、これはバンドシェンナトランスカドミウムイエロー、スーパーマゼンダに、シアニンブルーにシアニングリーン。一歩間に合いませんでした。これはシルバーホワイト、チタニウム、チタニウム、チタニウム。僕はこういうやり方をしています。まあなんかこうスタンドオイルだけちょっと買われるといいと思います。スタンドオイルでやるとねちょーとしますんで、どう言ったらいいのかな、水飴状になる。水飴って今の子供たちよく分からん、蜂蜜の濃い感じのものですね。これはポピーオイルをこちらに混ぜておきました。ねちょーとしてちょっと絵の具を厚く塗れて、結構こう堅牢な、堅牢ってわかりますかね、硬い画面になりますので、スタンドオイルなんかは少し買われてもいいのかもしれませんよね。で少ししっかり混ぜ合わせておきます。これはスタンドオイル、もうこの段階で蜂蜜のような感じですよね。ねとーと、要は普通にこれはリンシードを少し熱を持たせて乾燥促進させたという言葉が正しいでしょうか。こういうマニアックなことは武蔵野美術大学さんのホームページとかにも載ってますし、ぜひ、武蔵野美術大学さんとか東京芸大さんが出されている本、ぜひ一冊買うともう本当にいいですよ。これは上からローアンバーバンドシェンナトランスコバルトブルーに、あ違う、ウルトラマリンブルーコバルトブルー、シアニンブルーにシアニングリーン、カドミウムイエロー、松田さんだとオーロライエローという名前で売っています。コバルトグリーン、カドミウムレッド、ブライトレッドライト、これは松田さんの色ですね。スーパーマゼンダ、コバルトバイオレットという、僕はこのぐらいの色です。あとはアイボリーブラックまたはピーチブラック、どっちだったか分かりませんが、大体私これ基本おぎそ基本色セットですね。でそしてポピーオイル、ポピーオイルだけでまず僕はなぜか紫を塗ります。特段これには色意味はないんですが、なんか高い色塗っておこうとかなっていう思ってます。めっちゃ高い色ですね。フェルメールの絵の下地に、謎で結構言われるんですが、ラピスラズリが結構ふんだんに使ってある、本当はあの人は金持ちだったんじゃないかとか結構謎が多いんですね。あの人っていうのは、デルフトの大火って火事でいろんな資料が焼けてしまってあまりこう残っていないんですね。でまああのデルフトこれ一回拭き取ります。これティッシュはね安いやつ使ってください、よう言いますけど安いやつ使った方がいいですよ。あこれ2回流れたな、何ですかね、編集のミスか、しっかり拭き取ってください。で鼻セレブとかああいうのやめた方がいいと思いますよ。一回これはスカンブルしました。いつもグレーズするんですけどね、お違うやり方しやがったと思うかもしれませんが、ちょっと白っぽいの一回かけてみました。ふわっとするかなと思ってですね、ふわっとこう白を塗ってみました。これもまた、キャムロンっていう会社の平筆でございます。でちょっと黄色、トランスオキサイドレッド、バンドシェンナトランスとカドミウムイエローを背景の方にもうズバズバズバと置きました。ここからさっきの完成形のあの絵になるのって感じでございましょうか。少しこれはまた濡れた状態を画面全面に作っておいて、コバルトバイオレットで作っておいて、でちょっと全体に、油が分が濃いなと思って、まあ、拭き取ったりもまたしますが、やっぱり紫の方がいいかなということで、色を途中で変えたりします。これ結構大事なんですよ。油絵の具っていうのは乾きが遅い画材なのでこういったことができる。途中でまたダメやったら拭き取ればいい。要はこの2日目のに行くまで約1週間待ってます。待ってます。完全に乾くまで待ってます。そして指ですり込んだりもします。
指ですり込むことによってボコボコの中の凹の方かに絵の具が入っていて、よりこう平滑になっていくので、細かい描写とかがしやすくなるわけでございますね。で、少しずつこうやって描き込んでいこうと思っています。で、油絵の具というのはもともとはフランドル地方、今でいうとベルギーとかですね、あの辺のオランダとかの方で熟成されていった、完成されたとか開発されたって昔の本には書いてあったんですが、そうじゃないんですが、イタリアルネッサンスが起こるちょこっと50年ぐらい前ですかね、ヤン・ファン・アイクという人が作品を、素晴らしい作品を描いていった。一方当時、イタリアというのはフレスコ画からテンペラ画というものに移行していって、1480年代サンドロ・ボティチェリあたりが出てきますよね。その前で言うと、で、その後にレオナルドという人が油絵をよりね、イタリアの方で、使って描くようになっていった。こういうルネサンスの話とかもいつかまたしたいなとは思います。私はちょっと美術史家ではないので、なかなか詳しい話はできませんが、要は技術が輸出されていくわけですね。今でいうドイツとかオランダ、ベルギーあたりで熟成されていった油絵という技術が、それまでテンペラが主だった、その前というのはフレスコ画ですね、フレスコ画とテンペラ画が主だった方に輸入されていって、いち早くイタリア人で上手に使った作家の一人がレオナルドでございますね。で、少しずつこう全体に、黄色みがかった薄いこう肌を塗った後に、ちょっとずつ着色をしていくという作業に入っていきます。まあ、油絵の具の良さっていうのは乾きが遅いということですね。で、当時はやっぱり色数が少なかったわけですね。今使っているこのコバルトグリーンっていう、この何て言うんですか、緑っぽい青っぽい色ありますが、こういった色、コバルトなんていうのは20世紀に入ってから出てきた色なんで、当時の絵っていうのはやっぱり色がどっちかちょくすんで見える。油は濡れたような状態で乾きますので、テンペラ画とかフレスコ画の方が彩度は綺麗なビビッドなんですね。で、それがこう印象派以降はやっぱり色というのが増えていって、すごく鮮やかな絵というのが増えていったわけですね。だから昔の絵を見たりしたら、なんか暗いとかですね、あと宗教難しい、わからないって日本人は言いますか、やっぱり当時はそういう技術やったからという、致し方ない部分があるんですね。そういう見方をしてあげると、すごくこう美術教養というのを深まっていきますよ。で、少し例えばほっぺたのところにボンと僕はあの青っぽい色を入れてるわけでありますよね。ああいうのがですね、すごくこう逆にピンクとこうしてより、肌の色っぽく見えてきたりするということが、相互作用によって起こっているということでございますね。パレットも見せてます。途中パレット吹いたりもしますから、そういうとこも今日はお見せしておこうかなと思います。筆はまた、これはナイロンの違う会社の筆です。どこの会社だったか忘れました。こういったいろんな筆ですけども、基本的には私は豚さんの毛ではなく、なんだろうな、なんかもう絵の具が、筆の絵がに書いてある文字が消えてしまって、何書いてあるか分かりません。そして花とかの暗い色をブンと置いていきます。で、油絵の具というのはそうやって熟成していって、僕は本当に頂点に近いなと思う使い方をしている人はレンブラント、ハルメンスゾーン・ファン・レインであるとかっていうのは、もう本当にすごい。フェルメールでもですね、あのあたりの作家さんっていうのはすごいなと思います。バロックと呼ばれる時代ですね。で、細かい仕事をしようと思った時、今ようやくテレピン入れました、私の場合。これは何度も僕は動画の中で言います、私の描き方です。で、もうこう描けって一回も言ってないです。私はもうとにかく参考にされてみてください。油絵の具の特性を生かすには、完成油というもので滑らして描くということができるようになると、表現の幅がググッと広がりますよということを言いたいんですが、たまにはですね、勘違いしてですね、私はもう写実しか教えてないとか言われたりします。そんなことはないです。こんだけ動画を作ってきて、そういうことを言う人がいて、展覧会の会場で私がいじめられていたら、皆さん助けてくださいませ。
イラッとしますので、そういう時は皆さん、これを一生懸命見てくださっている方々、ぜひよろしくお願いいたします。本当に画材に関していろんな画材がありますからね、自分に合った画材とか、また合うかどうかわからないけどチャレンジしてみようとか、でキャンバスとかになるとですね、少しこう物がかさばってきますので、ちょっと自信がないなとか勇気がないなっていう方は、こういうキャンバスボードみたいなのから始められてもいいのかもしれません。水彩に関しては画用紙よりは水彩紙から始めた方がいいですよと。油絵に関してはキャンバスよりはもしかして、こういうキャンバスボードというのも売っております。またはもう板にジェストを塗っても描けますので、シナベニア、ここだけは間違えんでくださいね。ラワンではなくシナベニア、メモりましたか？シナベニアというものをホームセンターに必ず売っておりますので、それを買ってきて、ノコギリで切るとか、切る自信ないわとか、このサイズに切りたいわって言ったら、ぜひ、ホームセンターのお兄ちゃんに、店員のお兄ちゃんに何センチ何センチ切ってちょうだいって頼んでみてください。5ミリぐらいずれるかもしれませんよって言われますが、いいですよって言ってですね、そうするとワンカットだいたい50円でやってくれますので、2カットぐらい100円、余った分もちっちゃいキャンバス、ちっちゃいパネルかなんかにされてみてください。本当は後ろに格子状のものをつければいいと思うんですが、初めはこういう小さい作品なら板の状態だけでも結構だと思いますよ。そうするとかさばりませんもんね。でちょっとずつ明るいところも今粘りに粘って描いていっての分かりますか？粘りに粘ってまだ描くかまだ描くかという感じで描いていってます。ほとんどナイロンの筆で描いていっております。まあ、油絵の具はあとはこれを筆をちゃんと洗うことですね。しっかりとティッシュなどで絵の具を拭き取ってください。特に危ない顔料、カドミウムなんていうのとかコバルトなんていうものがついていたら良くないので、しっかり拭き取って、その後筆染油でしっかり洗って、最後は中性洗剤とかでジョイとかですね、油汚れに強いジョイなどで洗ってあげてください。とにかく絵の具を水道に流さないということをモットーに行ってください。おそらく誰かこういうあの筆の洗い方の動画ぐらい上げてますんで、私じゃなくてもそれはね、誰でもで教えれますので、でちょっとずつ背景とかの紅葉を描いていくと、あらまあ出来上がってきたわーって感じでございましょうか。お話が上手ですねとよく言われますが、私は飲み屋の方が面白いんですがね、今飲み屋になかなか行けない状況、2021年の2月末にこれを撮っております。新しく趣味を始められたっていう方も本当に多いかと思います。この時期ですね、生涯学習ですよ。なんか分からなかったことを分かるって面白くないですか？こうグリザイユという方法はレンブラントなんていうのもやってるでしょうし、あのはっきりとあの割り振りしてると僕は思ってないんですね。なんとなく茶色入れたりとか黒入れたり、じゃあなんでグリザイユでやるんですかって言ったら、安価なんです。絵の具が安価、それによってある程度の明度とかをつけておいて着色するときに、そんなに絵の具サイドの強い色とかで着色しなくて済むということがまず一番大きいと思います。そして物質感をつけておくということですね。レンブラントなんていうのもすごく絵の具がモリッと乗ってます。そういうのを安い絵の具で初めにつけておいて、まずトーンを合わせる、要はデッサン的なトーンを合わせるという作業をする。そして後々バルールですね、色色化、まあ難しいことばっかり言い張って、白黒のことをトーンと言います。トーンが合っているか否か。一方色がつくと今度バルールという言葉に変わります。まあ英語で言うとバリューですね。色の価値がそこの場所に合っているかどうか、バルールが合っているという状態を作りやすいので、こういう白黒で描いて、あ、これ見てください。カッターナイフの刃ですよ。カッターナイフ危ない。小さいお子さんがいるご家庭は気をつけてくださいね。こういうのを本当に子供に、手の届かないところに置いてください。私はこうやってカッターナイフの刃でこうやってですね、乾かないうちに絵の具をこう拭き取ります。で背景の紅葉も描いていきながら、まああまり細かく描くというよりは少し模様的に、できていればいいかなぐらいの感じで今回はいたしました。いい動画ができたなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
早めにこれが上位の方に視聴回数で行ってくれると画材の説明の聞かれることが減るんですよ。それが一番助かるんですね。本当に減りました。画材のことを聞かれることが、そりゃこんだけ やってれば技法のことであるとかそういうのが聞かれることが少なくなりました。まあ毎度毎度言うておりますが、私は個展を昨年2020年9月に行いました。YouTube を見たという方の、まあお客さんの品のいいことをちょっと目とか書き出しました。出ているですね、最後の出ているを書いていっております。ディティールっていうのが正しいんですかね。僕は出ているっていうのが好きでですね、フキサチフ、フキサチフってみんな言いますけど、あれよく読むとフィクサチフなんですね。フィクサチフ、フィックスですね。そして細かい絵の具をちょこ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 、またパレット洗ってますね。ここでちょっとですね、朝ごはんを食べようと思って、多分2時間3時間かけへんやろうからなと思って、その間だけでもまずパレットを掃除してですね、ちょっとポピーオイルを塗る。そしてですね、紙パレットを使ってますが、木のパレットとかでもいいですよ。リンシードとかをシナベニアの描くところにこうやって、ポピーオイルとかを塗って乾かして、で書かない缶はこうやってサランラップを、宣伝ではございません、サランラップをこのように、置いておく。そして最後の仕上げに入っていこうと思いまして描いていきました。ちょん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 、もう本当に細かな仕事でございます。このように、2日間でございますが、やっぱり白黒で塗ったことによって、微妙な色というのが出しやすいですね。だから直接こう描いていくこともいいんですが、やっぱり絵の具の構造を生かすっていうことを、本来はここからまたグレーズ、透明層を塗っていく作業のことをグレーズと言います。一方半透明とかの色を塗っていくのをスカンブルっていうふうに言いますが、透明とか不透明、半透明みたいなのを塗って、より複雑にしていく作業を3日4日繰り返していく。で、本ちゃんの作品に、つなげていっているわけです。白亜紙とかで下地で描いている本格版と呼ばれる動画をぜひご覧ください。そういった動画はそういうことまでやってます。それはなかなか難しいとは思います。だからこのぐらいの中級編か初級編ぐらい、のこれはですね、ウィンザー&ニュートンのナンバー7っていうのの1とか2とかそのぐらいの細いやつを使っております。1本1500円ぐらいかなと思います。上野の立ち飲み屋で1回飲めるぐらいでしょうか。1ですね、ナンバーワンを買っております。ちょ細かい描写をしながら完成へ向かっていきました。ぜひこの動画何度も見て勉強してくださいませ。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今これは 4K で撮っているので、初めの HD っていうんですかとどう違うか皆さん見比べて、ご感想いただければと思います。油絵の描き方、しっかりと丁寧に作ったつもりでございます。まあ、油絵って言うとすごくこう曖昧で、難しい言葉があったりしますが、一つ一つの言葉を解釈していくとそこまで難しいことないかなと思いますので、まあ、こういったことを基本的に、しっかり頭に念頭に置きながら、それぞれの制作に励んでいかれたらいいかなと思いますので、これからも皆さん頑張ってください。では、チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってるよ。